はい、今回は、平野厚志カールさんの、仕事で本当に使える経済学がわかります。という本を読んだので紹介させていただきます。はじめに、登場人物紹介。プロローグ、ことが起こる5分前。第1章、まずは5分で基礎知識を。経営学ってそもそも何経営学って何を指してるの実際に、 企業がお金を稼ぐって経営のざっくり10ジャンル企業とか会社とかいろいろありませんうちの会社は誰のもの日本,日本を支えているのは大企業コラム「日本独自の協力関係系列会社とは」第2章続いて10分で経営戦略のお話でも経営戦略って何 経営戦略にもいろいろあるんでしょ経営戦略はどうやって設定するの実際のモデルを例に経営戦略をチェック。新規事業はどの領域で戦うべき各事業にどれだけの資源を配分すればいいの企業戦略が終わったら次は事業戦略。強みの中でも一番の売りを決めよう。 コアコンピタンスは大事だけど他社との競争に勝ち残るには経営戦略の経過はどう確認するのコラム大きすぎたシェア変,変化を嫌うイノベーションのジレンマ第3章さらに10分でマーケティングをマーケティングって何するの顧客が求めるものを知ろう マーケティングにはどんな種類があるマーケティングのプロセスマーケティングを元に実践客が欲しいのは道具じゃない道具を用いた結果である第4章そして15分でビジネスモデルビジネスモデルって何デジタル時代の代表的な戦略追加コストを安く抑えるフリー戦略 企業と消費者をマッチさせるプラットフォーム戦略自社の技術を公開するオープン戦略人気企業のビジネスモデル12選グルーポンはなぜ急成長を遂げられたのか試行錯誤を繰り返すストレッドアップザッポスによるワオ型ビジネスモデルネスプレッソマシーンの普及率の比は ソフトの魅力で高価なハードを売るという戦略。高額な商品を売りやすくする分割ビジネス。売れ筋でない商品在庫を抱える意味って。会員制スーパーというイノベーション。QB ハウスは1000円程度でなぜ儲かる。追いつく頃には値下げできるインテル。 行くならスタバを実現したドミナント戦略。なぜ100円でもコカ・コーラを儲かるのコラムシェアビジネスが既存産業を駆逐する日。第5章ここは10分で生産管理。生産って言っても何が何だか。生産を管理するってどういうこと企業が採用している生産管理。 コラム事実上の独占を指すデファクトスタンダード第6章駆け足5分で組織について組織って具体的には企業とは人であるコラム日本の雇用制度の過去の遺産三種の人議って一体第7章ラストスパード5分で会計会計って何やってるの 会計の目的と基本ルール。企業は株主以外からも資金を集めてる。企業の価値を上げるにはよく聞く M&A って何者コラム。煩雑な手続きを不要にしたフィンテックの衝撃。プロローグ。仕事で本当に使える経営学ってはい、これで以上になります。 よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。